川口市川口立教科交差点埼玉県道35号、川口上尾線は、埼玉県川口市より、埼玉市を縦断し、埼玉県上尾市に至る県道である。埼玉県道89号、川口停車場線及び道線と本路線を結ぶ、川口市道とともに、産業道路と呼ばれている。都市計画道路としての名称は、川口市栄町3丁目から、 蕨市内を経て、川口市、大技芝までが、大宮川口線、埼玉市南区大技大田久保から同市北区、吉野町二丁目までが、産業道路、上尾市内が、上尾川口線であるが、埼玉市大宮区天沼町二丁目から、同区神戸町二丁目までの現道は、天沼神戸線という名称である。国道二十二号から国道十七号への、短絡路線であるとともに、 沿線自治体にとっての主要幹線道路でもある。都市計画道路としては、川口市北部の一部区間と埼玉市南区大和大田区から同市大宮区堀の内町2丁目に、かけての区間が4車線で計画されているが、現状は、ほとんどの区間にわたって、片側1車線の、決して広くない道路であるため、全線にわたって、朝夕の渋滞が慢性化している。 川口市内では、中央線付近が広く取られ、実質3車線となっており、前述の川口市北部の一部区間と埼玉、新都心付近では4車線になっている。埼玉市南区大田区母2丁目から、緑区大田区母1丁目までの原山高区と、緑区大田区母1丁目から、浦和区駒場1丁目までの原山2高区では、都市計画道路作業道路としての整備が進められている。 これらの区間は、田島大木線、道場三室線、国道17号新大宮ワイパスとともに、浦和駅周辺を環状に結ぶ4車線道路の一部となる。また、同市大宮区内においては、都市計画道路産業道路は、現道の東側を通るワイパスとして計画されており、大原6丁目から天沼町2丁目までの天沼港区と天沼町1丁目の天沼2港区で、 整備が進められている。現道では、大宮区東町1丁目及び2丁目の東町交差点付近で、右折レーンの設置を含む改良事業が行われている。原国道17号の交通量が増大していたことから、そのバイパス道路として1941年度に着工した。太平洋戦争の激化により工事は中断したため、 開通は1962年4月になった。ありがとうございます。